はい、みなさん、こんにちは。きもちです。英語落語やってます。さあ、今回もラジオで動画、おしゃべりお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回、このラジオ動画が、いつに公開されるのか、おそらく、年が明けてからだよなぁと思うんですけれども、収録自体というか、収録自体は、年、2021年内に行われてます。話題としても、2021年の話題です。 しかも、大晦日の話題です。ですから、このラジオが公開された時には、気持ち自身もですね、大晦日の中身を知った上でこのラジオを聴くっていうような状態になってます。どんな話かというと、総合格闘技、来人の話でございます。テーマはですね、プロとは何ぞやという内容でございます。はい。これは、絶対の正解があるわけじゃありません。 どちらかというと、クリティカルシンキングの勉強だと思って、聞いてもらえたらなというふうに思いますけども、なぜかというと、それぞれ聞いてらっしゃるあなた、私、えー、皆さん、それぞれプロ意識っていうものが違うという、プロ意識という言葉でくくられるには、あまりに色が違う。で、そしてそれはどれもおそらくは正解であろうということだから、ということなんですね。立場だとか捉え方によって、 このプロ意識っていうのは変わってくると思います。さあ、どんな出来事だったのか。えー、格闘技の団体、総合格闘技の団体、来人ですね。大晦日の対戦カードの発表の話です。えー、さっき申し上げた通り、えー、年内の話ですので、ねえー、どんな結果になってるかわからない状態です。はい、えー。今ね、この大晦日に向けて各カード、各試合がね、えー、徐々に徐々に発表されていってます。 えー、その中の一つで、えー、登場人物二人います。一人は、キックボクシングの振動、那須川天心四十40戦40勝のね、無敗の振動ですよ、神の子。はい。そしてもう一人が、無タイの若き帝王、吉成奈々香。ですね、19歳とか20歳とか、そんな感じです。といっても、天心選手も23歳とか、それぐらいで若い者同士なんですが、 今回ね、ナスカ天心選手が、キックボクシングをもうやめるというふうに、宣言をして、そしてこの雷神での試合が、この大晦日で最後となるというふうだったんですね。で、キックボクサーとしての試合は、この雷神の試合、2月か3月に、ライズっていうところで所属している団体で1試合、そして6月になんと K1 のタケル選手と、 対決するという、残り3試合ということだったんですね。本来は2試合で終わるつもりが、ケる選手との試合が実現するということで、もう怪我だけしないようにと祈る毎日なんですけども、そういうような状態なんです。ボクサー、ボクシングに転向すると。今までは蹴れて殴れたんですけど、殴るだけっていうような世界に行くということなんです。で、それに対する、吉田里奈高選手っていうのは、無得体っていう、 キックボクシングではなく、タイの国技。タイの国技ですね。似てるんですけど、実は、かなりルールとか違うんです。まあでも、素人からすると、殴って蹴るっていうところでは一緒ではあります。それぐらいに思っ,ってもらえばいいです。でも、だいぶ違うっていうことだけ覚えておいてください。で、このね、吉成七香選手っていうのは、ムエタイのね、帝王なんですよ、若くしての。このラジャダムナン、ルンピニーっていう、 二つの無栄隊の、なんていうのか、団体っていうのかな。なんていう表現をしていいか分かんないんですけど、ここの二つの統一王者なんですよ。19歳にして。で、一年前、二年前ぐらいから、来人で、あの、キックルール肘ありとかで、試合を見てるんですけど、素人の自分から見てもとんでもない強さなんですよ。なんか、怖さを感じるんですよ。パッと見はひょろっとした、 なんか顔もあどけない少年で街とかで歩いててもこの人そんな格闘技やってるんだって絶対分かんないような感じの人なんですけどまあ強いんですよでねその吉成七川選手も1年ぐらい前とかから可能ならば可能ならば那須川天心選手と戦いたいなんてことを 試合終わった後のリングで自分のマイク、マイクを持ってね、自分の口からそういった発言をしてたんですよ。ガーゼン盛り上がるわけですよ、見る側とすれば。吉成七香選手っていうのは、ナスカ天心選手よりも体重が軽いんです。で格闘技って体重の差ってすごくあの重要で、ボクシングだと本当何キロ刻み、ちょっと細かいことわかんないんですけど、総合格闘技でも5キロ刻みで、 えー、クラスが分かれてる。それぐらい体重が、えー、大きいと、こう、パンチの威力とかも違うんですよね。で、えー、ナスカー選手、天心選手と戦いたいって言ってた頃の吉成七夏選手っていうのは軽かったんですよ。ナスカー選手よりもね。でも、一年以上かけて少しずつ体を作って、えー、ね、実現に向けて頑張ってきたんですよ。え、夏とか秋、 にもね、戦ってるのを見て、いよいよ、いよいよだ。そして、12月にもね、その、ナスカ天心選手が戦ってる体重、55キロかなのところでも、試合ができたと。いうことで、大晦日、いよいよ、ナスカ天心選手に、黒星をつけられるのは、武尊選手以外には吉な、吉成吉ヨシ選手以外いないんじゃないかっていうぐらいの期待があったんです。ところが、 大晦日の試合カード発表の時に天心選手の対戦相手は吉成名高選手ではなかったですね。ないという発表が行われたんです。ゴミ選手というプライド時代に、えー、名を馳せた選手。今は43歳ぐらいかな。少しピークは過ぎてるんですけれども、その選手とエキシビジョン ボクシングルールのエキシビジョンをやるということで収まってしまったんですね。え、やんないのよし吉成七香選手って思いながらその発表を聞いてました。で、雷神の CEO の榊原さんが若干ね、こう、恨み節みたいなことで言ったんです。逃げたっていうようなね、ニュアンスを取られてもおかしくない言い方をしてしまったんです。勇気がなかったとかね。そういうような言い方をしちゃったんです。 で、そこで、吉成名高選手のツイッターのところが、まあ、荒れちゃってで、吉成選手自身も、えー、僕は逃げてないですと。逃げてないのに逃げたという捕らわれ方をするのは侵害ですというようなところで、ツイッターの、まあ、投稿が止まっているような状態なんですよね。で、ここでその、さっき冒頭に言ったように、これ絶対の正解がないので、プロとはというところで、いろんな考え方ができるんですよ。 自分の世界でもそうですけど、どんな世界でもプロっていうのは自身の技量、力量をね、見極めて、場合によってはオファーを断る。そういうようなことって必要になると思うんですよ。まあ難しいですよ。特にフリーランスの時代っていうのは、ね、売れてない時っていうのは、もう何でもいいから仕事くれみたいなところがあるんで、難しいと思います。ただこの格闘技、 ってていいうジャンルにおいては体重っていうところがものすごく大きな要素なんですよね。さっき申し上げたように、吉成選手は軽いんですよ。だから、体重を増やす。えー、那須川天心選手に有利なんですね。しかも、普段、吉成選手は、肘を使ってもいいルールでやってるんですよね。むえたいっていうのは、肘を。肘を当てる。肘っていうのはね、危ないんですよ。一番 一番というか硬いところなんで、拳よりも危ないんですよ。あの、当てられる側からするとね。でも、ナスカワ選手は肘なしをメインでやってるんですよね。たまに肘ありでやってたみたいなんですけど、今は肘なしでやってる。でそうすると、契約とかと一緒で、自分は例えばこの車をいくらいくらで買いたい、えー。自分はこの車をいくらいくらで売りたい。条件が合わなかったですね。今回縁がなかったですね。 さようならっていうケースになる、なるわけですよね。だから、えー、吉成選手の側は、こうでこうでこういうような内容でやらせてもらいたい。それに対して、那須川天心選手の側は、いや、それは受けられる。それだったら大丈夫です。いや、それじゃあダメです。っていうようなことをお互いね、言い訳っして、最終的に、どこで、どういうルールでやるか、もしくはやらないかっていうところが決まるわけですよ。 だから、それを断るのもプロとして、プロとしてあるべき姿なんです。だから、えー、今回ね、吉井成選手が断ったこと自体は決して間違ってはいないと思うんですね。さっき何度も言うように体重が違いますから、あの命に関わることも起こり得るので、そんだけ体重が違うとね。ただ、こっからは無責任な観客の側です。ただ、 同時にプロっていうのは、こう、実力の他に、いろんなものが必要なんじゃないかなっていうふうに思、思います。特に自分も英語落語家気持ちとして、英語力が高い、落語力が高いっていうところを目指すだけで、やっていっていいのかっていうところのジレンマがあったりします。今が高いとかじゃないですよ。そういったことだけを考えてやっていけばいいのかっていうところがあります。なぜかというと、え 有名になりたいってわけじゃないけど、やっぱり楽しんでもらえる人をたくさん増やしたいっていうところ、この、なんだろう、相反する気持ちがあったりします。で、たくさんの人に応援してもらいたいっていう感覚もあります。プロはお金をもらう以上、どこからかお金が出なきゃいけない。その、そのためには、この人にお金を出してもいいっていう形にならないといけないわけですよ、プロって。企業からスポンサーになってもらうにしても、 観客からチケットを買ってもらうにしてもですよ。そうすると、プロとして応援したくなるような立場になんなきゃいけないわけです。でね、この相手がね、ナスカワ天心選手、40戦40勝してきてる選手が、もう、あと2戦、2試合3試合で終わるっていうところで、受けないという決断が、 その、榊原さんが恨み節のように言っちゃったんですけど、確かに自分も、そうかと思ったんですよね。で、最近やっと分かってきたんです。負けたって価値が上がると。負けても価値が上がる戦いがあるんだっていうことを、まあ、最近この47歳になって遅いんですけど、負けても価値が上がるものがあるんだっていうことが、 ちょっとずつ分かってきたんですよね。格闘技の試合を特に見てて。だから、その、通用しなかろうがなんだろうが、ルールが不利だろうがなんだろうが、リングに上がって、もうひょっとしたらボッコボコにされるかもしれませんけれども、それでも、例えば最終ラウンドまで耐え抜いた、ロッキー1ですよね。ロッキー1のロッキー。 そうすると、その後の吉成七香選手っていうのは、色気ができるんじゃないかなと負けてね、思ったんですよ。でも、それは、外側の人間の感覚です。例えば、近くにいるトレーナー、え自分の体一つしかない、ね、19歳ってことは、まだ何十年とその体と付き合っていかなきゃいけない本人からすると、いやいやいや、怪我させられて、 現役引退なんてことになったら意味ないしとか、後遺症残ったら誰が責任取るんだってこともありますで。特にね、最近はもう消費されまくる世の中ですよ。本当に回転が早い。そういう意味でおいては、やらないという決断になって何ら問題ないわけです。ただ、そういうふうに思ってしまう。でしかもね、ナスカワ天心選手がね、そういう挑戦をしてきた人なんですよ。 23歳なのに、10代からプロで出て、雷神ってもともとキックボクシングの試合なかったんですよ。でも、周りが、雷神の榊原さんに、えー、面白い選手がいるから、ぜひ出させてくれ。榊原さんは、いや、うちキックやんないから、だったら総合でもいいから、総合だったらやるみたいな形で、ナスカ天心選手、総合の試合やってますからね、何試合か。しかも勝ってるんですよ。 一回腕試ぎ、腕やばかった試合とかもあるんですよ。それで勝ち取ってキックの枠を作ったんですよ。で、さらにボクシングやってらっしゃる方からは非難合々な試合だったみたいですけど、あの無敗のメイウェザー選手とアメリカのね、エキシビジョンとはいえやり合ったんですよ。体重差どんだけあるって話ですよ。ボッコボコされましたよ。 でも、そっから、天心選手、したたかさを覚えて、まあ、今回もね、だからこそ、吉成選手との試合のルールに、えー、しっかりと、こう、こちらの主張をしてね、やったんだと思うんですけれども、当時の天心選手、メイウェザー選手と戦った時の天心選手は、ある意味、吉成選手と同じ立場だったんですよ。超絶遅刻してきてね、メイウェザー選手が。 で、準備アップして、準備万端な天心選手に、あの、グラブのグローブの中何仕込んでるかわかんないから、バンテージもう一回外せ、立ち合いの中もう一回バンテージ巻き直せとか言われたりとかね。もうほんと、天心選手ムカついた顔しながら、なんでこんなことやんなきゃいけないんだって、バンテージ二回巻き直して、試合に臨んでも。まあ、メイウェザー選手の、だから精神攻撃ですよ。うん。 それでもうボッコボコにされて、ある意味試合への気持ちの作り方を学んだっていうところもあると思うんですよね。でそれが、天心選手の物語としてね、負けという、まあ、エキシビジョンなんで公式試合じゃありませんから、負けとしてカウントはされてませんけど、彼の中では負けになってるはずですよ。そういったところがあったナスカ天心選手なんで、まあ、 その、榊原さんが恨み節みたいなことを言うのも分からんでもないんですよ。まあ、プロモーターだしね。ただ、プロとして断るのも当たり前なので、それも分かるんです。だから、クリティカルシンキングなんですよ。正解がないということで。で、自分は、まあ、ね、勝手な、無責任な立場の観客として、吉成選手が、天心選手と拳を相まみえる、拳を交わすっていうシーンを見たかったし、 仮にね、負けたとしても、今後、吉成選手を、なんか、今よりも感情犬して応援しそうな気がしたし、で、もちろんこれからも応援するんですけども、で、仮に天心選手に土をつけたら、もう、タケル選手との対決の意味の、なんだろう、どうなってしまうんだっていうような、こう、カオスな状態にね、それを持ち込んだ、カオスにしてしまった男、吉成,成、だかみたいな形になるじゃないですか。いうようなところでね、 もう期待ワクワクっていうようなところでプロとしてはそういうところやってもよかったんじゃないかなっていうのは、えー、正直自分の感覚です47歳になってですねそういった挑戦していく姿をどんどん出していかなくちゃと、えー、もっと若い人たちに負けないようにするにはそういったところをもっと出していかなくちゃ何かね自分が成し遂げた立場じゃないので特にあのこの芸事についてね だから、あぐらかいて、なんかベテランのような顔してちゃダメだと思ってた時だったので、余計にそんな風に思ったんです。はい。皆さんはこの話を聞いて、自分にとってのプロとは、自分だったらどっちを選んでたか、試合を受けてたか、断ってたか、どっちだったでしょうか。よかったらコメント欄でお話、意見聞かせてください。はい。最後まで聞いてくださり、ありがとうございます。また別のラジオ動画でお会いしたいと思います。 お疲れ様でした。ありがとうございます。